ナショナル航空967便墜落事故はメキシコ湾上空でアメリカ合衆国の民間旅客機が消息を絶った航空事故である。十分な証拠が得られず立件できなかったが飛行中に何者かによって爆破されたものと考えられている。1959年11月15日、ナショナル航空967便は現地時間の午後11時32分に フロリダ州のタンパ国際空港を離陸した。967便は夜行便でニューオリンズ経由でロサンゼルスに向かう飛行計画であった。このレシプロ旅客機は巡航高度14000フィートを飛行してニューオリンズに向かっていた。967便からの通信では天候条件に問題ないとしていたが、これが最後の通信となった。 翌日16日午前0時55分ごろ、967便は、ニューオリンズの東南東約1 9 0キロメートルのメキシコ湾で完成レーダーから消えた。徹底的な捜索が行われ、海面に漂っていた搭乗者10人の遺体の全部、または一部と、機内装備品の残骸は発見されたが、行方不明の32名と機体の主要部分は見つからなかった。この事故では、 早い時点で機内に仕掛けられた爆発物による事件の可能性が指摘されていた。実際に機体は飛行中に破壊されたと見られること、また遺体の中には焼け焦げたものがあったためである。しかしながら意図的なものと実証できるだけの物的証拠を見つけられなかった。この事故の被疑者として強く疑われたのが967便に登場していたはずの自然療法医。 ロバート・バーノン・スピアーズであった。彼は、ドービンに登場する予定であったが、ウィリアム・テイラーという別の男性を登場させ、自己後行方を喰らませていたが、2ヶ月後の1960年1月に、アリゾナ州フェニックスで、テイラーの車を不法に所有していた容疑で逮捕された。彼は、保険金詐欺を企てて、テイラーを脅迫して登場させ、爆破装置も機内に持ち込ませて、 証拠を回収するのが困難な洋上で爆破したという疑惑が持ち上がったが、物的証拠は得られず、事故について立件されることはないまま釈放された。テイラーにかけられていた保険金はスピアーズの妻に支払われた。その後、スピアーズは1969年5月2日にテキサス州で死亡した。ABC デビッド・ゲロー、航空テロ・イカロス出版、1997年。 ISBN4 から871491277118ページありがとうございます。